あ最後はこちら、受賞者たちたち今年も炊き出し全開。放送文化の振興向上に大きく寄与したテレビ番組関係者に贈られる柱賞の授賞式が行われました。毎回柱沙保さんの柱節が話題を呼んでいるこの表彰式。賞は嫌いなんですねっていうのは、あのこんな格好してもらってもらいに行かなきゃならない、ありがとうございますと言わなきゃならないと冒頭の挨拶から全開。番組新散歩で柱賞を受賞した千井武雄さんに対して、実はそれも体験してないんです、私に。あのね、千井さんのすごいファンなんですよ。だけどこの番組だと時間が制限なんですよね。私一生懸命書いてる時で。大沢たかおさんに対しては、生まれて初めてお目にかかります。素敵な方です。コメントで大沢さんが8年ぶりのドラマで柱賞を受賞したことを告げると、これに対して大沢さんも、また賞僕嫌じゃないんで呼んでいただければ。おめでとうございます。賞以来の橋田さんに返答していました。橋田賞を受賞しました。なんだろうな、もう本当興奮して嬉しくて、とにかく感激してます。さあ芸能面ですが、こちらドラマジンが作品として、大ヒットしたじゃない、はい、俳優の大沢たかおさんと綾瀬はるかさんが俳優として賞を受賞されました、おめでとうございます。橋田すらおさん、お元気そうで、はい、昨日誕生日だったそうです。あ、本当、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。